サンタスティー始まりました。もう始まってますか？始まりました。私が歌ってやってサンタスティックティービーサンタスティックティービースタートしました。今週も、ご覧になってる方、こんばんは、ジーケンです。こんばんは、アイラです。はい、今週もですね、私とアイラちょっとですね、二人で、商品の紹介をさせていただきます。大丈夫ですか、アイラさん？ブク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 。ネタ切れということで、身長の下りはなしです。また考えたら、放送します。いいですかね、それで。はい、それでいきましょう。ということでですね、サンタスティック TV、スタート！スタート！サンタスティック TV。私が着てるラブ T シャツ、ホワイトにレッドですね。で、すごい立体的なんです。で、これなんか心配する方いると思うんですけど、洗ったらボロボロになっちゃうとか、そんなことない、ない、このままです、洗っても。でね、ホワイトオンブラックとブラックオンホワイトとブラックオン、見てこの色鮮やかなミントグリーンに見えてターコイズなんですよ。ターコイズね、ラブといえばですね、サンタさんの、こちらの大人気の漫画東京グラフィティになりますね。でこちらコンビニ本なんですけれども、店頭では、単行本1巻2巻ももちろん発売しております。はい。でですね、まあラブといえば、グラフィティライターなんですけども、こちらの、まあ、スプレー缶ですね、こちらのクンバと、コラボした、スプレータイプのお香が、こちら絶賛発売中となっております。ですので、T シャツはこちらのラブ T シャツを着て、で部屋で、こちらの匂いを醸し出してですね、こちらの東京グラフィティを読むと、まさに、東京グラフィティ色に染めていただければと思います。アイラさん、これ読んだことあります？はい、もちろん。どうですか？なんかちょっと照れくさいんですけど、すんごい純粋なね、物語ですよね。なんか一見グラフィティだからチャラいイメージあるけど、いい声してる、これ。アイロン、こういう声してる。ありがとうございます。100点な感想っすね。あざっす。はい。アイラさんも読んでるこちらの東京グラフィティ、ぜひですね、こちらも絶賛発売中ですので、お読みになってください。イエイ。でー、はいはいはい、こちらまたかっこいい T シャツが、見て。東京トライブ T です。すごいかっこいいでしょ。では、はい。こちらですね、東京トライブ2が、今年の8月末に公開になるんですけれども、こちらの、サンタさんの、クラシックな、東京トライブですね。でこちらのロゴを使った T シャツになってます。ちょっと今はですね、こちらの、迷彩の柄の単行本はちょっとお売りしてないんですけれども、こちらの迷彩の、方で単行本として発売しております。それでですね、こちら、ウェブの方でも、店頭の方でも購入していただくと、サンタさんの、
サインが、いただけるサービスを受けたまってますので、もしサインご希望の方は、通販でしたら、ご希望、ご要望の欄にで、店頭で購入された場合は店頭でスタッフの方にですね申し付けいただけたらと思います。色が私が着てるホワイトと、かっこいい GK さんが着てるかっこいいブラックです。2色です。どっちもねかっこよく決まると思うので、そうだよ、コーディネートとしてはですね、ブラック、まあ、白でも緑にかなり爽やかなカラーリングなんでね、うん、女の子でもまあ似合いますし、男の子でも似合ってますかね。僕はもちろん、ありがとうございます。かなり、こちらも人気が出そうなアイテムですので、ぜひ要チェックでございます。続いてこちらも紹介させていただきます。今週末発売のシューレースワルティになります。カラーは3色展開となってまして、こちらのホワイトと、鮮やかな黄色ですね、イエロー、そして、だいぶ渋いブラックになります。ディテールはというとですね、こちらの、まあ、ワルティということなんですけれども、シューレース、靴紐ですね、靴紐で割ると筆記体調に、表現されている1枚となってます。プリントは、こちらも、ラブティーと同様発泡プリントとなっておりますので、立体感もあり、インパクトも抜群かと。ホワイトもかなりいいんですけれども、個人的におすすめなのがこちらのブラックになります。かなりブラックにブラックというか、まあ、ブラックアウトまでいかないにしても、かなり渋めな、カラーリングとなっており、まあデニムでしたりチノパン、こういった形ですね、こういったコーディネートを組んでいただけると、だいぶ、渋く決まるのではないかと思います。キャップとか、スニーカーなどで、ちょっと色を外してみたり、そういったコーディネートもおすすめです。ぜひ、今週末発売いたしますのでゲットしてみてください。そしてこちらも発売します、小物です。レザーブレスレットになります。あ、ちょっと逆でしたね、こういった感じですねになります。カラーバリエーションはベージュ、ネイビー、ブラウン、オリーブ、こちらの4色になってます。はい、かなり、渋めのあるアイテムとなってて、まあ、T シャツはもちろんですけれども、いろいろなコーディネートに合わせることもできます。まあ、手首とかですね、時計とかしている方も多いかと思うんですけども、さりげなくこういった、レザーブレスレットとかをですね、つけていると、おしゃれ度もアップするかと思います。今はこういった感じの、僕はベージュを選びましたけれども、まあ、もちろんあの T シャツのプリントでしたりデザインのカラーとかと合わせるのも良しですし、まあ、帽子とか小物系ですね、スニーカーなどと合わせるのもグッドなアイテムかと思いますので、ぜひ手首が寂しいかなと思っている方、そこのあなた、ぜひこちらのレザーブレストブレスレットレザーブレスレットおすすめです。はい、先日行われた、渋谷ツタヤでのサンタさんのサイン会にご来場いただいた方、ご参加いただいた方、ありがとうございました。おかげさまで大盛況でですね、盛り上がったサイン会になっていました。ちょっと時間帯的に来られなかったという方に朗報でございます。5月4日、日曜日ですね、2時から4時の時間帯に、サンさんのサイン会急遽決定いたしました。ありがとうございます。まあ、こちら緊急告知ということでですね、急遽決まった、サンタさんのサイン会になってます。場所はもちろんこちらの、サンタスティックヘッドショップ、渋谷にあるヘッドショップにですね、行いますので、もしこちらのお時間に来られる方ですね、ぜひ、サンタさんのサイン会にご参加ください。ちなみに、まあ、モテスケはもちろんなんですけれども、色紙でしたり、T シャツなどいろいろなものを持ってきていただいても、サンタさんサインをしていただけますので、ぜひですね、こちらの機会お見逃しなく、5月4日、日曜日2時から4時になってます。ぜひサンタスティックへお越しください。サンタスティック TV チャンネル登録してね。スマホの方は下のコメント欄から登録できますので登録お願いします。でいいねもよろしくお願いします。笑ってるこのお前も実物見たらきっと言うだろう。後ろから前からどうぞ、後ろから前からどうぞ。ねどうしてなの、ねどうしてなの、場面でよくね、場面でよくね、ねどうして。